11月10日、教えの聖髄30節の10番です。自己の起源である真実在セルフに観念安住すること。それがカルマ、無私無欲の行為、ヨーガであり、バクティ、キエ、ヨーガであり、ラージャヨーガ、神との合一であり、ヒアーナ、ヨーガ。あるやじんやなもあるが、真知のヨーガであるということですね。自己の起源である真実在セルフに観念ですが、セルフから愛、私という思いが出て、それがいろいろな考え事をして、また感情作用を持って、そうして肉体で行動する。どん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 セルフから遠くに離れていくわけですね。それで観念というのは、体の方から感情、思考、記憶、自分意識の方に戻っていって、自分意識が出てきた出所である真実在セルフに安住することという意味ですね。それだけが世に言われているカルマヨーガ、バクティヨーガ、ラージャヨーガ、ヒアーナマルガの必教の基礎、唯一のゴールなんだっていうことなんですね。で、それらがですね、まあ安っぽく受け取られて、ラージャヨーガは瞑想とか、それする前に体操やって、それはその体操はハタヨガとは関係ないんですけれども、体操やって呼吸法ちょっとやって瞑想して、それがヨーガですよなんて思ってるわけですね。まあ程遠いですね。ヨーガにはカルマ、バクティ、ラージャ、ヤーナの4種がありのような説明は、修行法を模索しているレベルの人たちへの便宜的説明であって、それらの異なるように見える道の到達点は、いずれにおいても自己の起源である真実在セルフに観念安住すること。それ以外には宗教というのはないんだ。宗、大元の教えというのは、大元であるセルフに観念安住することだけなんだということなんですね。神羅万象の源泉、すなわちハートへの没入、それがカルマ・バクティ・ヨーガ、ヒアーナ、いずれも徳教え。